ナマステ。皆さんこんにちは、ゆきんこです。今日はグルガオンにあるタイ料理レストランタイイーサンさんのご紹介をさせていただきます。ぜひご覧ください。こちらのタイイーサンさんなんですけど、グルガオンの、中心かな、中心って言っていいかな、主要道路のゴルフコースロード沿いにあるセントラルプラザモールというモールの2階に入っています。約ね3ヶ月ぐらい前にオープンしたばかりのまだね新しいタイ料理レストランです。で店名がねタイイーサンって言って、イーサンってあのタイのね地名ですね、イーサン地方っていうのがあって、そちらのご出身のタイ人の方が経営されているレストランのようです。で私ねタイがすごく大好きで、タイ料理も大好きなんですけど、数日前にこちらに食事に来て、あの料理がねすごく美味しかったので、あの紹介したいなと思ってたんですけど、今日ねこちらに来てお話を伺ったら、タイ人のシェフの方が2名いらっしゃって、料理を作られてるみたいなので、すごくね本格的に、ね、タイ料理が味わえるお店になっています。こちらメニューになってます。美味しそうなタイ料理がもうずらりずらりずらりっていう感じです。もうね何をね頼んだらいいかわからないぐらい本当にねいっぱいね種類あります。お肉もそうですね、チキンもそうだし、ポークももちろんあります。でエビとかシーフード料理もあるし、ヌードルもいっぱいあるし、ご飯系もある、おかず系もある、最高です。悩む、すごい。英語でも表記されてるので、あと写真もね全部ついてるので、だいたいどんなものかイメージしやすくて、あのオーダーしやすいかなと思います。はい、今日飲み物なんですけど、タイのねアイスコーヒー頼みました。で私ねコーヒー普段ブラックなんですけど、でねタイのコーヒーってめちゃめちゃ甘いんですよ。甘いけど、せっかくなのでねオーダーしました。いただきます。美味しい。あの店頭にもボードみたいのあったんですけど、タピオカも食べれるみたいですね。タピオカドリンク、グリーンアイスティーとかあとバブルとかあるので、一部ドリンクにタピオカが追加できる。嬉しい。アルコールも置いてて、あのビールだけなんですけど、あのビールも飲むことができます。キンキンに冷えたビール。お出した料理全部来ました。めちゃめちゃ美味しそう。すごいね華やか。そしてねもうねタイのね匂いがしてます。すごく。タイの定番サラダ、ソムタムタイです。青パパイヤのサラダです。すごい大好き。これスパイシーで、レッドチリ入るんですけど、チリね何本どれくらい入れるみたいな感じで聞いてくれて、私はねあのすごいスパイシーなのが好きだよって言ったら、2本ぐらいかなって言ってあの入れてもらいました。そしてこれがねちょっとねタイ語はわからないんですけど、フライドプラウンケーキ、多分エビのすり身的なフライなのかな。華やか。そしてこれがねナムトックっていう料理です。ナムトックは、ここねチキンとポークが選べて、私はねポークを選びました。上にねあのガーリックがねいっぱい乗ってて、すごいねお酒に合いそう。あとチリもいっぱい入ってるからスパイシーな一品かなと思います。ちょっと多分見せれないと思うんですけど、グリーンカレーです。グリーンカレーは、ベジとチキンとポークとエビから、選択できるようになったんですけど、私はね、チキンを選びました。そして、ライスも、スチームライスと、あとスティッキーライス、もち米みたいなやつですね。あったんですけど、私はスティッキーライスがすごい好きなので、スティッキーライス頼みました。これすごい、器と袋に入ってるんですよ。袋でこうやって指でね、ちぎりながらね、食べるのが大流なので。はい、こんな感じになってるのかなと思います。すごい雰囲気出てる。嬉しい。いただきます。美味しそう。辛い。めっちゃスパイシー。最高に美味しい。もうタイにいるみたい。でも結構辛いから、スパイシーなの苦手な人とか、中辛ぐらいみたいな人はあのチリ少なめって言った方がいいかもしれないですね。めっちゃ辛い。美味しい。タイだー。もう、フライドプラウンケーキ、こんな感じドーナツみたいになってる。見た目が真ん中空洞で、スイートチリがセットになってます。すごいしっかりしたすり身、なんかふわふわ系じゃない、結構弾力のあるかまぼこぐらいな感じ。美味しい。
美味しそう。でもすごいしっかりした大きな豚肉、辛そう、そしてお酒に合いそう。うん、美味しい。すごいね、タイの味、本当にね、タイにいるみたい。イエーイ、見た目もすっごい綺麗、野菜もたっぷり入ってますね、嬉しい。タイ、最高。うん、うま。すごい、スープキーライスもモリモリなんですけど、私うまく食べれないから箸で食べます。大好きです。タイに行ったら絶対食べる。うん、ここに入れちゃおう。すごい嬉しい。うん、さっきも言ったんですけど、こちらのお店ね、シェフもタイ人の方だし、食材とかの一部をタイから実際に持ってきてるって言ったので、だからね、すごくね、本格的なタイ料理が出せるんだと思います。なんちゃってタイ料理じゃない、本場の人がちゃんと作ってるタイ料理っていう感じで、すごい嬉しい、最高。うん、ごちそうさまでした。めちゃめちゃお腹いっぱいいただきました。もちろんパックしていただいたので、夜のおつまみにタイ料理をまた楽しみたいなと思います。すごい美味しかった。本当にね、もう何度も言ってるんですけど、タイにいるみたいな感覚になりましたね。さっきもお伝えしたんですけど、シェフの方がね、タイ人の方なので、より、ね、本格的なというか、リアルなね、タイ料理がね、食べられるところがこのレストランの魅力かなと思います。すごくね、おすすめのタイ料理レストランです。今日はグルガオンにあるタイ料理レストラン、タイイーサンさんのご紹介をさせていただきました。最後までご覧くださってありがとうございました。ぜひまた次の動画でお会いしましょう。